それいいんだ。うん、早速蚊が出てきたね。うん、すごい多いよ。うん、あーでもいい雰囲気出てます。まだ3時だもんね。見て何？ハート。もう見えないよ。もう見えなくなった。うん。微妙にハート。登場だよ。うん、本当だ。これで、うん、よっしゃ。ヒートテック持ってきてて、うん、ほんと、うん、結構冷える。冷える。この椅子も久々使うからね。え、この下ってどうした？ここにはめるだけ？うん、ここに？角に？そうそうそう、うん。たちはこいつらですよ。そんなにないな。ちょっと見た目悪いんだけど、これソミュール液、うん、につけたやつ。うん、はいはい、うん、こうやってね、断面はね、すごい綺麗にできてます。あ、匂いがなんかハムみたいな匂いがする。マンベールと、カマンベールはウェディング、うん、で、今のはカマンベールチーズなんだけど、こっちはなめらかトカチカマンベール入りって書いてあるけど、こっちは溶けるかな。これでいいの？うん、そんぐらいでいいの。もうちょい？もうちょいかな。もうちょいだね。結構たっぷりめがいいみたいだからさ。もういい？いいよ。はい。ほら、来た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 。で、火をちっちゃくします。いいね。うん、じゃ閉めるね。うん、じわじわ上がってきてるよ。90度だね。うん、
このぐらいをキープだったよね。うん、そうそう。この間はちょっと高めだったよね。うん、100ぐらいがいいのかな。まあ、90から100ぐらい。うん。30度になってるよ、うん、で風向きの方にさ、うん、風防こう立ててみたんだけど一気に上がった、うん、お腹はこんな感じ、うん、チップ的にもうちょっといけるかもね、うん、どうなんだろう、これまだいいのかな、このチップ。チップはまだいいんじゃない、もうちょっといけるか、ね、まだいけるんじゃない、うん、あ、ほら、やっぱりちょっと溶けてるよ温度が上がったからだかもね。そうなのかな、うん、いや、多分ね、このチーズの種類だと思う、うん、あ、そうなんだ、うん、こっちの右側はあまり溶けてないでしょ、うん、これカマンベールなんだと思う、燃え尽きてるわ。もう一回しましょう。うん、あのザラメを入れるとテカリが出ていいんだってね。言ったね。うん。コメントでももらってた。ああそうか。うん、ああそれ出る前になんで思いつかないの。忘れちゃうよね。こんな感じで。うん。はい、2回目、はい。これでもう終わりかな。うん。もくもくなってきたな、うん、めっちゃもくもくなってきた。あまりにも寒すぎて今ヒートテックとトレーナーを着ました。何度だろう体感、結構寒いよね。17度、17度切ってないかな、前後、うん、17前後。寒い。まだ中身ない。うん、今でもちょうどいい感じだから、なんか煙が出てるからさ、うん、あ、今で開けちゃダメか、ちょっと、うん、我慢しよう。チーズは？あ、チーズは全然大丈夫。あ、いいじゃんいいじゃん、とどばった。あ、めっちゃ美味しそう、チーズ。あ、肉もいい感じだね。うんうん、またちょっとパラついてきた。パラついてきた？パラついてるね。ん？パラついてないよ。方がいいのかな。でもトングも忘れたしね。忘れ物多くね。違うの。この間使った時にさ、うん、そのまま洗って家の方に入れちゃったのよ、うん、まあ忘れ物なんだけどさ、なんだけどねやっぱり家に入れちゃうとダメだよね、うん、分けないとね、うん、
めっちゃ汚くなった、ごめん。本当に汚くなったけど、味が良ければ全てよし、そうということにしてください。あ、香りがすごいね、うん、めっちゃいい匂いするよね、うん、おお、いいじゃないですか、今日も。今日はね、またお世話をしててね。あ、お世話忘れたって。そうです。こうした方が美味しかったはず。わお、チートかけすぎたけど、誰に買ったらまたかけてね、うん、よいしょ。あ、コロッと落ちた。あ、これいいね。かけろ。あ、なってるなってる、しっかりとできてるね。うん、できてるできてる。しゃ、めっちゃ美味しそうですよ。ちょっと泡が多かったかなり。はい、じゃあ乾杯。ああ、めっちゃこぼれた。勢いが良すぎた。いただきます。どうぞ。ちょ、チーズ食べてみて、先に。うん、食べてないもんね、前回がね、うん、どうぞ。想像とどう？おお、そんな感じだよ。うん、美味しい。美味しいでしょ。うん、なんか不思議な味だな。あ、このお肉も食べていい？うん、食べてみて。ソミュール液見つけた。うん、どう？微妙？こう、うん、美味しい美味しい。いや、え、だってちょっとしかの入ってない。あ、まあね、うん、うん、安定のパリでしょ、うん、で、こっちのさ、燻製の方食べた、うん、肉、うん、よかったよ。美味しかったよね、うん、燻製の方がしっかりやっぱり味がしてるよね。だよね、うん、
遊ぶ。きっとビールを飲んでるからもっと寒いんだよね。答えてもらっていい？温泉に行けるのが一番良かったけどね。待って見てこの泡の量、うん、そう、温泉に行けるのが一番良かったんだけどね。今日は車を動かせないから、うん、はい、乾杯。はい、ラスト。でこのタープのこの張り方、この角度、雨がやっぱりちょっとたまるね。あ、上に、うん、たまってた、うん、たまってるかなと思って押してみたらダーっていったからさ、多分そうなんだ、ちょっとうすらたまったと思う。だってちょっとね、そうそう、カーブっていうか、うん、プロ状になってるからね。閉めるね。はい、水がね溜まってるからね。閉めてちょ、本当だ。取り出したもんね。うん、やむ予報だったんだけど、うん、明日は晴れだけど。今日はもう9時43分になりましたので、はい、これにてお休みとさせていただきたいと思います。はい、今日ちょっと早いですけどね、うん、ちょっとのんびりゆっくりしてね、はい、はい、ということでまた明日。おやすみなさい。たっぷり水がすごい溜まってる。あとめっちゃいい天気だ。
タープの水を落とした時のこの飛び散り方がすごいよ。それで、でも落としたの？だ多分飛び散ってるよめっちゃ。そう。うん。テーブルの上まですっげえザラザラなの。ああそうなんだ。うん。コーヒーと一緒にヨーグルトも食べる？うん。もう湯沸かすだけだよね。うん。こんぐらいでいいか。うん。どういう。あんまり入ってなかった。いや、めっちゃ入ってんだけどね。どういうことかな。詰まってんのかな。詰まってんのかもね。お、本当だ。なんかめっちゃ出た。うん。詰まってたかな。うん、ピロッと入れたね。ついた。もう乗せるよ。はい。蚊取り線香炊いた方がいいかな。うん、炊いた方がいいかも。来るよね、うん、やつらが。やってくる。になった。よし。いいな。すごい気持ちよさそう。ね。うん。あれレンタルボートかな。あっちにあったねなんかね。ああそうなの。あったと思う。何系これ何系コーヒーじゃないのこれあ、コーヒーか、うん、びっくりした。よいしょ。桃味結構かけるんだよね、これ蜂蜜、完成です。そういえば火力ってどんぐらいがいい？ちょっと弱めがいい？強めがいい？強めでいいよ。強めでいい、うん、結構強いよ。
あ、鉄板だから大丈夫か。うん。いただきます。いただきます。ガーリックライス。うん。今何時？ん？8時23分。ゆっくりめに起きた割にはやっぱスムーズだね。うん、車の中が暗いからさ、だんだん明るくなっていってるっていうのがないよね。うん、テントだともうどんどん明るくなるから早く起きなきゃってなるんだけど、ここにあのアブが今に引きいるんですけど、うん、今日オニヤンマくんを持ってきてて、オニヤンマくんで撃退できるか、それ実際にこいつらが逃げるかどうかっていうのを検証してみようと思います。子供の遊びだよ。逃げたじゃん。あ、いなくなったよもう。あ、いたいた。今2匹いるか。2匹天井に止まってるね。2匹いる。うん。でも人間が近づいたらいなくなるでしょ。これで、うん、まあ今さ、じゃあ俺がさ、うん、ここのテントの中に入るよ。うん、まだ鬼山くんちょっと隠してます。隠してるね。一旦逃げるけど、多分すぐ帰ってくるかな。うん。どう？一匹は逃げた。一匹はまだいる。まだいるね。うん、あそこに。奥の方に。いいですか？うん。いなくなったじゃん。あそこにいる。分かりづら。見えてる。カメラにどうかな。あれ、ほらほらほら。あそこに。うん、来たね。見えてんじゃん。うん。いいですか。いいよ。鬼山くんの奇襲が始まります。バーン。バーン。やすいさ。ね、でさ、近づいてるからさ、全然意味わかんない。これじゃ、ここにフックをつけるじゃん。ここに垂らす。これで。
大の大人が鬼山くんのデビュー戦だから今のところアブは帰ってきてないですね。多分私たちがうろちょろしてたからだと思うんだけど、結構こっちにいたんだけどね。でもこれで来なかったら鬼山くんのおかげだよね、きっと。だよね、うん、もうでずっと 2,3 匹いたもん、うん、よアブをここに吊るして20分ぐらいちょっと話をしてたら、いつの間にかアブが全然いなくなりましたね。さっきまで 2,3 匹は常にいたんだけど、来ないよ、来なくなったね、全然気もしない。鬼山くんのおかげかも。やっぱすごい、これ効果的。まあ何とか試してみないとちょっと分かんないけどね、偶然っていう可能性もね。でもさっきまでずっといたじゃん。ずっといたもんね、うん、すごいわ。We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive. We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you.